皆さんこんにちは、ネイリストリサです。本日はこちらのセリアさんから発売されたネイルフォームシートを使ってジェルで長さ出しを作っていきたいと思います。普段ネイルサロンで長さ出しをするときに使用するこちらのネイルフォームシートなんですけれども、100円で発売されたということなので、100円のシートと今回は100円のジェルで長さ出しを作ってみたいと思います。それでは始めていきたいと思います。はい、ではまず地爪の下準備をしていきたいと思います。こちら下準備ができているかできていないかでジェルの持ちが全然変わってきます。はい、今回使用するのはこちらのダイソーさんから発売されているネイルストーンプッシャーを使って甘皮の下処理をしていきたいと思います。このピンクの部分がヤスリみたいになっているので甘皮をきれいにかき出すことができます。まず押しながらキューティクルをきれいなアーチ状のカーブに作っていきます。そしてこのコーナーとかは甘皮が張り付いてたりするので、こちらもくるくるしながらかき出していきます。甘皮をきれいに押し上げることができたら、一度、ダストを払ってきれいな状態にします。はい、では次にファイルを使って地爪の長さを整えていきます。ネイルフォームをはめるときに地爪の長さが長すぎてしまうとうまくフォームがはまらなかったりするので、地爪の長さは 1-2mm 程度に整えていきます。はい、では表面を削っていきます。表面は曇る程度で大丈夫です。こちら、表面を削ることでわずかな凹凸ができるんですけれども、その凹凸にベースジェルがしっかりと密着するためジェルの持ちが良くなります。はい、ではキッチンペーパーにエタノールを含ませてきれいに拭き取っていきます。油分除去をしっかりすることもジェルを長持ちさせるポイントになります。はい、ではネイルフォームの説明をしていきたいと思います。ではまず1枚ずつ切り離して使っていきます。では土台からシールを剥がします。この中心の丸いシールを剥がします。そしてこの部分に貼り付けます。こうすることによってシールに厚みが出て C カーブの形が作りやすくなります。では土台にシールを戻します。はい、では次にこちら先ほど使ったネイルプッシャーの後ろ側を使ってフォーム全体に C カーブの形を作っていきます。はい、こんな感じに C カーブを作ります。Cカーブを作ることで、フォームを爪にはめ込みやすくします。はい、では爪に合わせていきます。フォームの中心を爪の中心に合わせて、指と爪の隙間にはめ込んでいきます。はめ込むと、こんな感じに、ちょっと両サイド隙間ができてしまいます。この隙間があるとジェルが流れてしまうので、爪の形にフォームをカットして使っていきます。この爪のラインに合わせて
フォームをカットしていきます。フォームは目盛りを確認しながら爪のラインに合わせてカットしていきます。一度でカットできなくても合わなかったら再度フォームをカットして調整していきます。はい、では爪と指の間にフォームを差し込んでいきます。フォームの中心と爪の中心がまっすぐになるように差し込みます。そして指全体を見て、指の中心からこのフォームの中心がまっすぐなるようにフォームを差し込んで後ろを留めます。この後ろのシールがちょっと剥がれるのが心配な方は端を少し折るとフォームが留まります。はい、では全体をチェックしていきます。指に対してフォームがまっすぐついているか、横から見てフォームが上がりすぎたり下がりすぎたりしていないかチェックします。あと一番大事なのがこちらのストレスポイントがきちんと覆われているかチェックします。ストレスポイントがきちんと覆われていないと割れやすい爪を作ることになってしまいます。あと私はこの先端をつぼめます。こうすることによってシュッとした形の爪を作ることができます。はい、それではジェルをのせていきたいと思います。今回使うのはセリアジェルのベースコートを使用していきます。こちらセリアさんのベースコートはもったりしているのでジェルが流れにくいです。なので形が作りやすいと思います。ではまず地爪にジェルをのせていきます。はい、一度硬化します。はい、ではまず出したい長さの部分にジェルを置きます。少したっぷりめに置きます。そこからジェルの表面を軽く触りながらストレスポイントまで引っ張っていきます。このストレスポイントがきちんとジェルで覆えてないと割れやすかったり亀裂が入ったりしてしまうので、ストレスポイントはきちんと覆えてるかチェックしながらのせていきます。では反対側も軽く表面を触ってストレスポイントまで引っ張りながらのせていきます。爪の半分ぐらいからちょっと段差を取りながらなだらかにのせていきます。一度塗り目は厚みがなくても大丈夫です。ではこんな感じで一度ライトに入れます。はい、それでは二度塗り目をのせていきます。横から見てまだ段差があります。二度塗り目はこの段差を埋めながらのせていきます。では少したっぷりめのジェルをこの段差にのせて、二度塗り目もきちんとストレスポイントを覆いながら全体に厚みをつけるようにのせていきます。
横から見てまだ段差がある場合は、ジェルをちょんちょん乗せながらこのアーチ状になるようにジェルを乗せていきます。はい、こんな感じにアーチ状になるようにジェルを乗せます。ではライトで硬化します。はい、ではホームを外していきます。ホームを外すときはこの横から押して空気を入れながら外します。そうすると綺麗にホームが外れます。無理やり引っ張ってしまうとジェルがそのまま一緒に取れちゃったりするので気をつけてください。まだちょっとジェルに凹凸があったりするので3度塗り目はこの凹凸をカバーしていきたいと思います。では全体に塗りながら凹凸をカバーしつつ厚みを出していきます。厚みを出したいのでちょっとジェルを多めに全体に塗っていきます。横からもチェックします。はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、ではエタノールを含ませたキッチンペーパーで未硬化ジェルを拭き取ります。はい、では形をファイルで整えていきます。まず両サイドをまっすぐになるように削ります。次に横から見て横もまっすぐになるように削ります。ここまで削れたら好みの爪の形に整えていきます。私は今回は大バラの形を作っていきたいと思います。軽く表面を削りながら全体を整えていきます。好みの形が出来上がったらダストを払います。エタノールをつけたキッチンペーパーで表面をきれいに拭き取ります。カラージェルやデザインジェルを楽しみたい方は次の工程でベースコートを塗ってデザインジェルを楽しんでください。私はこの工程で最後なのでセリアジェルのノーワイプトップコートジェルを塗って仕上げていきます。はい、ではライトに
入れて仕上げていきます。はい、こちらで100円ジェルで作った長さ出しジェルの完成です。横から見ても綺麗な曲線のあるアーチ状の爪を作ることができました。厚みもクレジットカード1枚分の厚さのある強度のしっかりした爪を作ることができます。クリアジェルなのでこんな感じにシェルを置くだけでも簡単に可愛いネイルデザインを作ることもできます。皆さんもぜひ試してみてください。本日は最後までご視聴ありがとうございました。